イルマショッピングプラザサイオスは SCE、豊岡株式会社が運営する埼玉県イルマ市の複合型商業施設。豊岡第一北地区第一種市街地、再開発事業によってペデストリアンデッキの三角は駐車場棟の豊岡パークビルと同時に商業棟として整備された地下1階、地上5階建ての商業施設である。 1997年10月17日、480台を収容する立体駐車場、豊岡パークビルとともにオープンした。初年度売上高は70億円を見込んでいた。1998年4月から1999年3月までの売上高は54億2100万円。1999年4月から2000年3月までの 売上高は49億7千万円。サイオズという愛称は、公募により決定されたものであり、彩りの国の際、私たちのという意味のアワーの王、ショッピングセンターの S をつなげたものである。公安者は、入間市在住の女性である。入間市における一町六村の合併後、豊岡地区では、大木町屋の国道16号を蔵差中央通り線沿線で、 商店街が発達するも、交通量が多く、沿道環境の悪化が問題となっていた。そのため、武蔵中央通り線の西側を通るバイパスが開通したが、モーターリゼーションの発達と、郊外地域への大型店舗の出店により、商店街は衰退していった。そこで、豊岡地区の再開発が検討され、丸広百貨店の誘致とともに、 新たな生活拠点の創造を目的として、再開発事業が推し進められた。地元商店主らの要望により、豊岡第一北地区、第一種市街地再開発事業と同時に、豊岡第一都地区画整理事業も進められることとなり、店舗や事業所、住宅が密集、混在していた、当地区において、区画整理により商業棟と駐車場棟、 ペデストリアンデッキが整備されることになった。当初は、忠実屋を、キーテナントとして入居させる予定で、忠実屋とは、覚書や、建物賃貸借要約、消費貸借等契約も交わしていたが、忠実屋が、大英に吸収合併されたため一旦は破断。しかし、忠実屋との契約があったため、大英市会社の大英アゴラとの出店交渉を、継続し、 1994年11月4日に大英アゴラが運営するオーパの地下1階と地上1階への入居が内定したとの報道がなされたものの1995年2月大英が撤退その後同年5月に商業コンサルタントへ業務委託することとした日本トイザラスとは1994年11月に 建物賃退借予約契約書を締結し、2階への入居が内定していた。1994年11月の時点では、3階には、スポーツ用品店が入居する予定だった。オープン当初、地上2階のガング量販店トイザラスを各テナントに、地下1階には、スーパーのタイラや、3階に電化製品のラオックス、4階に、 ボーリングのボレックスイルマを入居させ、1階はファッションフロアとしてアメリカ屋などの医療店や花屋、DPE の富士カラーパレットプラザが入居していた。地下1階、2階、3階の空きスペースにはドラッグストアや菓子屋、写真館があり、当初は計16店のテナントが入居していた。地下1階の平屋には西部イルマペペや丸ル百貨店イルマ店など、 計30店もの競合店が同一証券にあった。このため、食品部門においては、価格競争力の高い西部イルマペペと高品質の商品を高価格で販売する、マルヒロ百貨店イルマ店を意識し、マルヒロ百貨店イルマ店と同一程度の品質の商品を西部イルマペペと同一程度の価格で提供した。また、成果は、 品質重視の品揃え都市、総菜では、売り場の45%を、米半類に当て、総菜だけで日に50万円以上の売り上げを見込んだ。そして、専業部門においては、西部イルマペペの大和水産、マルヒロ百貨店イルマ店の東進水産に対抗し、平屋においては、初のカテゴリーキラーとして、魚力を入店させた。しかし、直営では3人で運営する。 鮮魚売り場を、往力は5人で運営していたことが非効率的で、あるとされ、1998年2月鮮魚売り場は、直営化された。平屋の売り場面積は1808平方メートルだった。平屋は2000年5月7日付で、業績低迷のため閉店し、平屋、所有の不動産であったため地元のスーパーマーケットへ、 賃貸する形で6月中旬より引き継がれることとなった。エイムが入店したが、エイムは2008年7月18日に新鮮市場としてリニューアルオープンの後、2013年3月31日に閉店した。同年11月27日より、地下1階ではスーパーセンタートライアルサイオスイルマ店が営業している。1階ではアメリカ屋も撤退。 跡地には、ザダイソーなどが入居。二階のトイザラスは2019年8月31日にて、閉店する。三階のラオックスは2004年2月29日、閉店し、上心が、ピットワンイルマサイオステンという店名で2004年11月19日に、開店した。上心は、イルマサイオステンという店名を経て、2012年2月10日より、 アウトレットイルマサイオス店という店名になり、2016年9月4日に閉店した。3階には、室内公園のピュアハートキッズランドが2019年4月20日に、フィットネスジムである FIT365 が、同年4月27日に、それぞれ開店している。4階のボーリング場は、サイオスボールという店名になった後、 ストライカーズサイオスボールという店名を経て、サイド、サイオスボールという店名で営業している。また、2012年3月20日より、元セーブライオンズの熊沢トールが運営する、野球塾、リアルベースボールアカデミーが併設されている。ありがとうございます。